今回ご紹介する昭和美人は女優の各地佳子さん。1961年10月17日生まれ。出身大阪府。身長165センチ。血液型 A 型。中学校と高校ではバドミントン部に所属。杉並区で3位に入賞したことがあるそうです。高校3年生の時。 原宿でスカウトを受けます。厳格な両親に芸能界入りを猛反対されましたが、それを押し通し、短大在学中に雑誌、JJ モデルとしてデビュー。現三井住友銀行や現コスモ石油のポスターに起用され、身長1 6 5センチメートルで特にバタした8 3センチメートルの長い足を生かしたパンツスタイルで知られました。1982年 TBS ドラマ 白木ボタンに似て女優デビュー。少女に何が起こったか男女7人夏物語など同局のヒットドラマに出演します。1992年、ドラマ、ずっとあなたが好きだったでは、マザコン男の冬彦さんを夫に持つ女性役で主演し、ドラマは社会現象を起こすほど大ヒットし、彼女の代表作になりました。翌年には、その続編とも言えるドラマ、誰にも言えないでも主演を務め、 こちらも高視聴率を獲得しています。裏返り声に特徴があり、本人はコンプレックスに思い、一時期はボイストレーニングに通っていたそう。1994年1月には俳優のタクマシンと結婚しますが、2012年2月10日に離婚されています。俳優の各県とはおいで、結婚するまでは両親や兄夫婦、ケントらと同じ家で一緒に暮らしていたそうですよ。 友人の一人に漫画家の桜桃子がおり、その関係から彼女の実刑で各県との父親が桜が運営する桜プロダクションの社員として勤務しているそうです。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和の美人たちを紹介しています。よろしければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。